はーい、こんにちは。つかつでーす。ということでね、今日もやっていきましょう。いやー、このね、部屋にはね、いろんな本が置いてあります。ここにね、たくさんね、本があってね、もういつも見せてる本棚なんですけど、今回ね、こちら、角川ホラー文庫ね、ここも整理しましたんで、ここをね、一つずつね、丁寧にね、見ていこうかと思います。なんで今のタイミングやるかっていうと、角川ホラー文庫は最近ツイッターをね、始められたんです。公式ツイッターがね、解禁されたらしく、それのお祝いみたいな感じで、ちょっとね、やっていこうと思います。角川ホラー文庫の本棚って前もね、見せてるんだけど、あれからね、半年以上ね、経ってるし、もうだいぶ増えてますから、適宜更新していこうかと思って動画出してます。だから赤川次郎とかがありますが、赤川次郎さんね、めちゃくちゃ本出してんですよ、角川ホラーから。そこも買い出していかないといけないですね。秋元康さんの着信ありも2が出てますね。2持ってません。浅松健さんももう1個あるでしょ。で、東正夫さん、で、アセゴのマンス、で、あと、ここついに揃いました。雨村光さんね。粘膜シリーズね。粘膜人間、粘膜トカゲ、粘膜兄弟、粘膜戦士、ただれた闇、粘膜探偵ね。で、次、荒俣宏さんの、シム風水シリーズが全部揃いましたね。シム風水の1が私の家、ニールピトの夜、新宿チャンス、闇服夏、タイの島事件ね。これが1から5かな。で、ここも全部持ってますね。飯田ジョージと、東川とのコンビね。アナザーヘブン、ギフト、で、ナイトヘッド、覚醒開口未来、で、コールスリープ、で、アナザーヘブン2が1から4巻出てますね。これ、一マリスト、で、岩井島子ね。岩井島子ね、4巻しかないが、あと10巻ぐらいあるんですよね。だからそれもちょっと揃えたいと思ってます。で、この上を見ると、筒井康隆、次戦短兵種、鍵、で、お初の眉、安藤三兄弟の聖域、究極の美味ね。で、その後、常川幸太郎が4冊。で、そっからこっちね、押し守る獣たちの夜、西谷綾、記憶、で、まれびと、で、盗み見があります。で、次ね、次行きますと、ここね。これ、梅原勝文さんの、二重螺旋の悪魔と、カムナビ、で心臓狩りが揃ってますね。遠藤徹さんも全部揃ってます。姉会、壊れた少女を拾ったの、拝み虫、戦争大臣1から3。で、大石圭さんはね、まだあったと思うんだよね。呪音と呪音2があるんだけど、他はないですね。で、あと、大月健二はステーシーね。これ、ステーシーは、こっち小説なんだけど、こっちは漫画で、長田ノートさんが書いてますね。大山直俊、チューイング棒休みロビン。で、これ、ラブサイコは、角川ホラーシネマって書いてるけど、よくわからない本で、あと、ここね、記憶屋ね。記憶屋は多分シリーズ出てましたよね。で、僕これ1冊しかないのでね、シリーズ揃えたいと思うし。で、影山民夫の2冊。で、歌手辰巳の混声種ハイブリッドね。名前めっちゃかっこいいけど。で、霞隆一。で、鎌田敏夫ね。で、北野優作先生はこの3冊。あと1冊ぐらいあったと思うんだけどね。岸田理央の水曜記。岸優介5冊ですね。13番目のペルソナ。黒い家。クリムゾンの迷宮。天使のさえずり。スズメバチと。で、穴らしきものに入るもあります。で、これ上見てみると、桐生ゆかり先生ね、剣の門、夏の雫、川を覆う闇と。で、この左行くと、岩木弘明の三丁目の地獄工場と、こっちも岩木弘明、牛家がありますね。この下は、逗子慶さん、美薬と蘭月闇のちぎり。で、こっちが五代優さんのガラスのバラと、生命貴殿。で、この下行きますね。この下は、江戸川乱歩ですね。江戸川乱歩3冊しかないんだよね。いっぱい出てんのよ。だからもっとね、集めたいと思ってるし、あと次、井上雅彦ね。もっとあります。めちゃくちゃあるんで、そこも集めたい。和田初子さんね。和田初子さんも3冊しかないんですよね。で、新月清美も確かね、何冊かなかったかな。平山夢明、他のとこに多分もう1冊置いてたんじゃないかな。で、折原一のチェーンレター、樋口昭夫さんの闇の守護者、ローストゾーンっていう本あるんだけど、これシリーズらしく、あと2冊あるんですよね。それも集めたいと思っています。これ、大塚英治のゼロね。女の子だけがかかる呪い。で、夢枕獏の事前恐怖小説集、雨晴れて月は朦朧の夜。で、これもありますね。黒崎死体宅配便ね。これって文庫になってたんだなって僕思ったな。これね、1から5巻あるらしく、これは1巻なので、あと4巻で手に入れないといけないけど、ジ・アンソルブドっていうね、これもよくわかんない。映画かなんかだと思うけど、ちょっとよくわかんないんだよね。で、これ原始、女たちの怪談百物語、ダムドファタイル、あのトンネル、これ雪川渡る心霊写真、グレン鬼、感染妄想代理人、で、ここ林匠がたくさんあると。で、小松左京さんの霧が晴れた時もあるんですよね。自選恐怖小説集で。で、ここがアンソロジーかな。見知らぬ私、叶わぬ思い。で、栗本薫が家、町、指も揃いましたね。世にも奇妙な物語4巻ね。あと、竹川聖さん。で、小林教授の下だるものにつけられてあって、で、あとね、夢野久作先生も出てんですよ。夢野久作先生の人間蝶詰とあやかしの鼓っていうのが出てんですよ。で、あと、内田春菊さんの隣人ね。これもあります。これ漫画が入ってたんじゃなかったかな。で、その下行くと、田中浩二シャドウ、大森伊佐や、で、郵便屋、で、二宮篤人さんが3冊ね。もう1冊あるんで、それも手に入れたいんですよ。で、万奈蓮さん、少女キンク2冊ね。これね、プレミアついて2000円から3000円ぐらいするんですけど、友達にね、1冊あげました。よくブックオフ一緒に行くやつがいて、そいつに1冊あげましたね。魔の聖域、生きす玉、迷いが、山村正夫人魚伝説、穴。ここ、桐生操先生が7つね、全部揃ってますね。その後、河野太子、三枚崩れ、死と呪いの島で僕らは、で、虫ね。で、こう、内藤亮さんの恩ね、東堂ひな子シリーズっていうのが、いっぱい出てるじゃないですか。これも欲しいんだよね。これもいっぱい買わなきゃなと思ってるし、あとまあ古川、枠俊三、徳佐、中国階段、漢中の妻、で田辺聖也、で、こっからね、現代ホラー傑作選が順番バラバラだけど、4、3、2、1、で、7、6、5があるんですね。で、亀裂と銃の恐怖ね。で、続きまして、このね、右に行きます。で、これ、暗がり蒼さん、カニ味噌、犬の日、さよならが君を2度殺す、ホーンテッドキャンバスもシリーズありますよね。これもちょっとね、揃えたいんだけど。で、先導者、で、小林康美がバーって揃ってますね。玩具修理者、人獣細工、肉食屋敷、密室殺人、家に潜むもの、アルファオメガ、脳髄工場、記憶、ネフィリム、臓物大展覧会、人造救世主3巻ね。あとね、モズマ先生のなんとかっていうのがあるんだよね。それ持ってないんです。で、裏水、で、D ブリッジテープ、プルトニウムと半月、X アメ、ここ佐藤和樹、篠田節子、で、トンコチャリオ、で、ここ鈴木浩二ね。鈴木浩二もいっぱいあるでしょ。今ちょっと変えてないので、買わなきゃなとは思ってますね。で、斎藤太一先生が3巻ね。ブルキナファソの夜、ボギワンが来るのシリーズもあるよね。ズーの目人形とかもあるでしょ。黄昏の悪夢。で、白い部屋で月の歌をね。で、そこから朱雀もいずる。瀬川琴美先生が5つ揃ってますね。お葬式、役落とし、夏合宿、セブン、妖怪審議校。で、花と熱帯夜、曽根圭介がある。で、この下行くと、これ高橋克彦ね。で、高橋道綱、竹本健二が2冊ね。田中文雄がガブと処刑官があると。で、田中博文もね、結構集まったけど、まだ持ってないのあるね。水地、灰の王、ミミズから伝言、鬼丸が4冊ありますと。鬼丸ももう1冊ぐらいあったと思う。で、友成純一の幽霊屋敷、で、中井拓司も多いね。レフトハンド、クォータームーン、アリス、獣の夢、ワンドリーム、ゴースタイズゲートの。音切りそうね。長沢修慶さんは、あと5冊か6冊ぐらい、結構出てんだよね。で、パラサイトイブ、原崎、私のクラスの生徒が一晩で24人死にました。継続のシーズン1と継続のビューティフルドリーマー完全版。星名正彦が所属にオリフェスゲストと。で、早瀬蘭のレテのシールと王女の鍵。で、この下行くと、原田宗則のくずかごいっぱいのカミソリでバイロケーションね。北条遥って角川ホラーから出たんだけど、今早川の方行ったりしますよね。よくね、角川ホラー出身の人が早川の方に行って SF 出すっていうの多いんだよね。まあ、小林康美もそうだし、万奈蓮もそうでしょ。矢部隆もそうでしょ。だから、結構そういうパターンって多いんだよね。なんでなんだろうね。ホラーと SF って親和性があるのかな。堀井拓馬が2冊。平山夢明ありましたね、ここね。で、こっから牧野治がかなりあるでしょ。で、スイートリトベイビー、だからドルシカイトで、バイオハザード、ファントムケーブル、カバネの王、リアルヘブンへようこそ、サイレントヒル、病の世紀、そこに顔が、晩年計画が始まりましたよ。で、増本清張の短編集もあるんですよね。で、嘘神、鱗の家、化身、で、宮部みゆき怪しい。この木星アコっていうキキキタン編集部っていうのもシリーズであるんですよ。だからこれも買わないといけないし、まあ、森村誠一が2冊、森山東さん3冊、これ森陽子の金曜日の女、で、森昌子が多分全部揃ってんじゃない？転校生、で、真夜中の時間割転校生2、で、アクエリアス転校生3、で、モノ宴、東京境回帰地図がありますね。で、矢部隆ね。矢部隆、保健師投稿2冊持ってんだけど、もう1冊出てんだよね。魔女の子供はやってこないっていう作品がもう1個あって、それ持ってないんですよ。で、山田風太郎のね、これもあるんですよ。短編集もあるんだよね。で、山田裕介2冊ある。で、その下ね、ここ行ったら終わりますけど、ここが僕よく言う漫画シリーズね。ホーリーって言って、これホーリーね、人いっぱいいんだよね。手塚治虫、三内鈴江、諸星大二郎とか、日野秀樹、丸尾末広、内田俊菊、花輪和一、長井豪、萩尾元ですよ。豪華じゃない？三内鈴江だけのやつもあるし、あと、梅津和夫先生ね。これ、高階涼子、で、手塚治虫、で、菊池秀行が選んだ、ホラー傑作選2ね。これはね、結構いいところでしょ。これちょっとマイナー系だと思うんですけど、まあ、有名な人は有名だけどね。斎藤隆夫先生とかね。川崎昇は僕名前ぐらいかな。で、池上良一とかもいるが、あと右の関谷久志とか知らないんですよね、僕ね。で、ホーリー2なんですよ。これで、ね、ややこしいんだけど、ホーリーで、闇の画廊の後にホーリー2なんですよね。ここにホラーコミック傑作選第3週って書いてるでしょ。だからこれが3番目なんですよね。で、笹谷七恵子、古賀真一、ジョージ秋山、で、手塚治虫もう1個あるんですよね。で、これがホラーコミック傑作選第4週、人外魔境なんですけど、で、ここはまあ有名なね、手塚治虫、水木しげる、横山光輝、もう一回手塚治虫、松本零士、桑田二郎と。で、長井豪、石森章太郎と。ここが漫画シリーズなんですね。まだあります。まだまだあるんだけど、あんまり見ないんですよね。で、あと僕がよく言う海外のやつですね。海外の初期にしか見られない海外の翻訳もので、まあ、クーンツが3冊。これグリーンのブラックドリームっていうのは僕上巻持ってないんですよね。下巻だけ。で、スチュワートの悪魔のワルツ。で、タニスリーですね。結構タニスリーって有名だけどね。で、ペリーのエイリアン地球殲滅。で、ストラウブのココっていうのが上巻しか持ってないと。で、マキャモンの狼の時っていうのも上巻しか持ってないと。ジェームスのドリーマー。海外もまだまだありますと。そこもちょっと手に入れたいですね。あと、ここアンソロジーですね。新青年傑作選、波中間事件ってさ、良くないですか？これなんですけど、横溝正史とか、まあ、水谷隼とか、渡辺圭介とか、ちょっと渋いよね。大阪慶吉とか、ほんと初期の方のミステリーをやってる感じで、夢の旧作、運の十座とか、地味平蔵って知らないな。角田菊夫、大下うだる、南沢十七知らねえな。で、加山茂、三橋和夫も僕知らないね。で、久尾十蘭、立花外を、草加三蔵ね。なかなかね、いい人ね、入れてるんですよね。新青年っていう雑誌があったんだよね、昔ね。で、あとこれ、幻影城もあるんですよ。これ幻影城。これも良くないですか？幻影城も雑誌の名前で、そこのベストセレクションですよね。さっきと一緒だけど。で、ここには影城吉は有名だけど、この辺とか知らない。宮田朝とか全然知らないね。左もあんまり知らない。二木悦子、竹本健二、中秀、若川二郎はわかるが、そういった点では、これもまあ初期の方に多分出てたアンソロジーなんですよ。角川ホラーの。資料的価値というか、まあ発掘本みたいなね、立ち位置も角川ホラーにはあったんだよね。で、歪んだ闇、ドッペルゲンガー、奇譚集、怖い話をしてあげる悪夢、まあ現代作家のアンソロジーと。いやー、いいですね。まあそんな感じでね、角川ホラーをね、紹介しましたけど、僕なんか手当たり次第買ってるから、主に僕ブックオフを利用してますが、最近では持ってない角川ホラー文庫を見つけるのが困難になってきましたね。まだまだあんだけど、でもちょっとまたね、買ってきます。ここまで来たらもう最後まで、まあ、パーフェクトを目指したいっていう気持ちはね、やっぱある。まあそれが人間の差がみたいなね、悪なき欲望みたいなね。角川ホラー文庫さんもね、長いお付き合いね、これからも良きお付き合いしていけたらと思っておりますということでね、今回は終わり。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしくお願いします。ではでは、つかちゃんでした。バイバイ。